富田玉潤8月8日代は、福井県出身の日本の実業家。株式会社、カーチスホールディングス代表取締役社長。1977年8月8日、福井県福井市に生まれる。福井市春山小学校、福井市明道中学校、福井県立藤島高等学校と地元の公立学校に進学する。1996年4月には、 一橋大学法学部に入学する。在学時は競技ダンス部に所属し、第44回全日本学生競技ダンス選手権大会において、個人の部、団体の部ともに優勝を飾った。2000年、一橋大学法学部を卒業。同年4月、オリエント貿易に入社する。2002年4月には、オリエントトラディション FX に、 2004年4月には日本 M&A マネジメント入社。大手酒屋チェーンの M&A 不動産会社に対する節税スキームの立案など多方面にわたり活躍した。2009年1月にカーチスホールディングスの執行役員に就任。同年3月にはカーチスホールディングスのグループ会社であるカーチスの代表取締役社長に就任した。 2009年4月には、カーチスホールディングスの常務執行役員、6月には、取締役、7月には、常務取締役と数々の職務に就任し、2009年12月、カーチスホールディングスの代表取締役社長に就任した。2015年4月、カーチスホールディングス社長として、同社の副杯を発表した。ありがとうございます。